はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。トラップトラック研究会へようこそ。会長のリュウです。さあ本日なんですが、診断で実装されたトラップトラックを使っていきましょう。このカード本当に優秀で、マジで可能性の塊なんですよこれ。はい、どういうことを持ってるかというと、自分のモンスターを爆破して破壊して、でデッキから通常トラップセットしますという効果なんですね。で、セットしたカードはそのターンでも発動できるよっていう。でこのカードの発動後に通常トラップ、トラップカードか、トラップカードは1枚しか発動ができないよっていう、まあ、制約がかかっちゃうんですね。でこのトラップトラックで、まあ、何を破壊して何をセットしてくるかによっていろんなコンボデッキが生まれるんですけども、今日はですね最強コンボを見直していきたい。覇王の魂とトラップトラックによる全ハンデスコンボです。はい、まあ、これ結構有名なんでね、ご存知の方も多いかなと思うんですが、覇王の魂でザークを出していきますと、まずね、でザークが、破壊された場合ペンデラムゾーンに置かれるっていう効果があるんですけども、ペンデラム効果がね、一旦一度ドローフェーズ以外でデッキから相手の手札にカードが加わるとそれ全部破壊するっていう効果があるんですよ。この2番目の効果で、この効果をかく乱作戦を使ってやっていくと、ペンデラムゾーンにこいつが置かれた状態でかく乱作戦とか打つと相手の手札全部判定できるっていうコンボなんですけど、これをなんとこの2枚からね整列するんですね。ハオルの魂発動、ザーク特殊、トラップトラック発動、ザーク破壊で、かく乱作戦セットだけでもうこのコンボ成立するんですよ。これめちゃくちゃ優秀でね、2枚コンボで前半ですってなかなか の性能をしてるんですよね。まあ、今日はこのコンボを狙っていきながら、まあ、それだけだとねちょっとまあ心もとないというところで、ラビレンスを組んで、まあ、ラビレンスはね結構トラップカードをサーチセットできるので相性がいいので、組んできましたというところですね。で、コンボパーツこの2枚なので、ドローソースをたくさん入れてまして、まあ自分のターンは別に全然消化しないで命削りとか合剣とか、合金とかね、これ1枚になっちゃうんですけどね、これ制限感になっちゃうんですけども、これとかをぶち込んで、まあコンボパーツをかき集めていくと、ワナビーとかも面白いかなと思いますけど、今回はちょっと命削りとかとドローソースとあと永続バナーで戦っていく構築にしていまして、ワナビーはちょっと入ってませんが、ワナビーとか入れても面白いと思いますね。あとこれです、最強カード悪魔城リリス、これでどっちかは絶対セットできるんで、どっちか引いてリリスがいればもうそのコンボだけで成立ですね。はい、まあちょっと他にもまあいろんな動き方はまああるんですけど、ダルマカルマとザークのコンボとかね一回動画にしましたけど、こういうコンボもあるんですけども、まあ今日狙っていくのメインではまあハオルの魂とトラップトラックのコンボで前半ですというところで、相手の心をバキバキに折っていこうと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。はい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 、最強カード来ました、命削りの宝札これテキストにね世界を終わらせるって書いてます。で、アリアンナ効果、これはちょっと手札コストにしてしまうとあれなんで、これセットしまして、でビッグセットしまして、セットしまして、セットしまして、で発動よし、ハオリュー来た、つえ午前も引いたか。ハオリューをペンデラムスケールで午前試合、ペンデラムスケールちょっと諦めできないので、ちょっとペンデラムスケールにね優先的に発動できるカードを置いておいた方がいいんですけども、これリリスもねあれですね、後で城で帰ってきますんで、かなり強い展開ができると思います。やっていきましょう。まずはスタンバイフェーズまでいいわ。うららを釣りましょう。まずうららがあるとハンデスできないんで、うららを釣ってビッグウェルカムラビルンス、これ絶対うらら打つんで相手、お、ない、なるほど、ないか、まあ、ちょっとデッキ見るか。じゃあ白金の城でね相手の手札を破壊していいかどうか確認しますまずいったジャブでお伺いを立てて、で白金の城のラビリンスの、効果によって相手の手札を 見させてもろて、何ですか、パライゾス最強カード、あ、これじゃあねハンデスしていいね、墓地送って破壊したら何かするみたいな効果ないから、クシャトリは多分大丈夫ですね。ぶち壊しましょう。統合召喚ハオリュザーク、さらに城の効果、これリリースいるもんな、だからこれでラビリンスの効果を発動し、墓地から、リリースを特殊召喚することもでき、さらにトラップトラックの効果、トラップトラックの効果によってハオリュザークを破壊。さあこれによってセットするのは、かく乱、かく乱です。かく乱、かく乱。かく乱作戦。ちなみにこれ以降ね、トラップカード1枚しか届けないんで。で、
こっちでもあるのいいのか別に。まあさすがにリーズだな。今こうだな。そしてハオリウザークを破壊された場合ペンデュラムスケールに置かれる。このモンスターがペンデュラムスケールにあると相手は融合シンクロエクシーズモンスターの効果をが、発動できない。さらにかけらん作戦の効果、相手はシャッフルして5枚ドロー。お前カードドローしたな、ザーク様の効果発動。お前ドローしたな、ババーン。よし、破壊しちゃいけないカードも。グレンドシミュレーションめっちゃこっち見てる。しゃ、バッケがおらー。手札なくなっちゃったね。ゼロ枚になっちゃったね。どうすんの、ゼロ枚でイベルできる。悔しいでしょうね。ちなみにハンデスするかどうかは非常に慎重にね考えないといけないというところが分かるのが、あのヤタガラスの動画皆さん見ましたかね。僕の一発目の多分新太の動画だと思うんですけども、ヤタガラスの動画出した時にね、あのね、ヤタガラスくん、あのハオレのあのハンデスしたんだけど、あれなんかティアラメンツ相手なんか全然やばいこと起きてさ、あのね、ハンデスしちゃいけない相手もいるっていうねことをね、理解していただきたいですね皆さんには。あ、うらら打たれました、ありがとうございます。まあ、うらら打たれたのであれば、まああれですね、なんだっけ、コンボパーツ揃ってるので、まあ、普通にアリアナ召喚してで効果発動して動いていきましょう。じゃあドローソースがね合金が制限になっちゃうので、またヒストリとフワンダリーズが弱体化されてるとか言われてましたけど、あのヒストリとあのラビレンスも弱体化は一応入るんですが、まあでも言うてあれか、ラビレンスはまあ別に合金なくてもまあ天帝の人とかあるし、まあ、なんとかなる気はするけど、ドローソース自体は、うん、まあね悪くないですね。でドローフェスルーしましょう。でスタンバイフェーズになって動いていくと、さあビッグウェルカムラビルンスの効果によって、いった、いやーどうしよう、これいらないね相手。これちょっとでかいの出してちょっと横にして様子見るか。これあのハンデスしてもいいんですけど、あの相手の手札をね、ハンデスしてもいいんですけど、これでトラップカードをセットしに行って次のターンに動くのを確約しても OK みたいな。まあちょっといろいろね動かし方はねあるんでね、まあその辺時々に応じてといった感じなんですが、これ何セットしようかな。ちなみにトラップトラック打っちゃうと、もうそのターンそれ以外、その要はトラップカード1回しか打てなくなっちゃうんですね、トラップトラック以外の。これが難しい。ビッグセッツ。セッツ。で、カオリュウを特殊召喚。統合、いや、インチキ召喚。現れろ、ハオリュウズアーク。これ、ドレミコードのリンク先に出して、無料で相手のモンスター破壊するっていうね、動きもできるんですけど。はい、それもまたちょっと動画にしますね。トラップトラックを発動。ハオリュウズアークを爆破し、ペンデュラムスケールにハオリュウズアークを置くことができるところで。さあ、そして、かく乱作戦をデッキからセットしていく。ちょっとリンカーネーションとかく乱作戦どっちがいいかっていうと、さすがにかく乱作戦の方がデッキ戻すんでめっちゃ強いですね。はい、で、ハオリウザークの効果、ペンデラムスキルに置かれ、そしてかく乱作戦の効果、相手は手札をデッキに戻しカードを5枚ドローし、ドローしたらダメ、何ドローしてんだ。スプライトですね、リチュアスプライトですね。はいはい、わかりました。手札が上がりまして、手札1枚から動けるんでしょうか、彼は。おっと、まだやる気らしいですよ。何、貴様なかなか根性があるな。よし、そんな根性あるやつには、叩き直してやるか。まあ、あとはもう本当に、蹂躙すればいいだけなんで、こんだけアドバンテージ差があるんでね。はい、アドバンテージ差を、まあ、生かして、まあ、相手を分からせていけばいいという話なんですが、まあ、これ、普通にラビレンスラビレンスでいいかも。もはや何でもいい。で、ラビリンス、ラビリンスを発動。はい。で、はい。刺したようですね。なるほどね。真っ赤っかの場合はもう本当やることなくて、セット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 、エンドするしかないね。セット、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 エンドするしかないので、まあ、こうするしかないですね。まあ、一応ですね、あのセンサーとか御前とか永続系のトラップを開くと、高校からでもそのパカッてやるだけで意外と結構まくれたりはします。結構、はい。まあ、だから、まあ、思ったほど弱くはないが、レッドリブートマジ終わるみたいな感じですね。スプライトスタートどうぞ。
さあスプライトスターター、スプライトか、まあ、午前センサーは結構効くんじゃないか。スプライトは種族は結構やっぱね、同じやつがいっぱいいるから、まあ、センサー万別意外と効くんじゃねえかなと思うんだけど、あ、いや着地してくる、やべえ、これあれかな、早かったわ、あ、危ねえ、ブルー、これごめん、あのね、多分ね、ジェット特殊召喚してなんだっけ、あれ持ってこられるパターンあるわ、ちょっと早かったな今今ミスった、普通にミスった。スプライト久しぶりすぎて対面すんの、え、は、は、え、もしかしてこいつラビレンスの親殺されてるこれどういうデッキ